吉本龍明さんがですね、はい、本日訃報が入ってまいりましたが、知事はそれをどのように受け止められましたでしょうか。いや、やっぱり彼はね、ある意味でその反対、左翼じゃないんですよ。つまりな、権威っていうものに反抗するね、対抗するね、そのなんていうのか、オピニオンリーダーだと思うしね、一つの世代の象徴的な、どういうんでしょうね、存在だったと思いますけども、彼を継ぐような論客ってのは現れてこないね。そのどちらかの体制反体制にしろね、江藤人も死んじゃったし、まあ、そういう意味じゃ今ろくな評論家っていないわな、日本には。これもやっぱりね、なんかね、国力の衰退というかね、その社会全体の衰退の現象だと思いますよ。日本ね、激しい議論がなくなっちゃった。分断でもね、いや、ポレミックスがなくなったね。つまり、感感覚覚の議論がなくなった、要するに社会ってのはですね、これやっぱり成長しないと思いますよ。知的な刺激っていうのを双方に与え合ってこそね、成長があるんでね。